ママ、こっちだよ。落ち着いた。思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。私もう待つのは嫌なの。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリー。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。わかったわ、エブリー。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。ほら。どこなの、エブリー？エブリー、待って！これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでも、これからも、あなたと家族になってならないのよ。じゃあいい。お前なんていらない。嘘つき！やめなさい、エブリン！もう幻覚はたくさん。あの子はどこなの？私のためにやってほしいことがあるの。イーサン。やめて、イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようと。やめて。彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ？
おい、何しろ、何のつもりだ。あなたを助けるの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろ。全部お前のせいなんだ。これは幻覚か。エイさん、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。私が止めるしかないの。近づくんじゃない。お前に分かるもんか。いや、やめて。お前たちに今罪が起きるようにいればいいんだ。